コクッチ、今週のテーマは十和田八幡平国立公園指定60周年後世に引き継いでいく岩手の自然遺産。国立国定公園と県立自然公園に指定されている面積は県全体の 4.7% を占め、魅力にあふれた美しい自然遺産が広がっています。今年は十和田八幡平国立公園として八幡平地域が指定されて60周年の節目の年。5月22日には多くの関係者が八幡平に集い、基調講演やパネルディスカッションなどの記念式典が行われ、四季を通じて素晴らしい景観を見せる八幡平地域の魅力を再認識しました。地形的にも、比較的穏やかな山で、穏やかな山ですけども、岩手山とか北雲とかなりアルペン的な山も中にある、非常に、幅広い、裾野を広がった自然を持っているなと。で、質もですね、高山植物から山麓のブナ林、そういう範囲まで多様な自然を内蔵してまして、非常に、レベルの高い国立公園と、自然の質は非常に高いということを言って間違いないんじゃないかな。パネルディスカッションでは岩手県立大学の渋谷教授をコーディネーターに、八幡平地域を知り尽くした皆さんとともにこれからの国立公園八幡平を考えました。これからですね、少子高齢化とかいろいろ進んできて、実際にこう管理する人たちがいなくなってしまうということがあるので、そういった意味でも地元にその若いガイドさんがなりわいとしてですね、定着して仕事として自然を守っていただくような仕事、これをぜひですね、地域で支えて進めていく必要があるかなというふうに思います。今年は散策やハイキング、トークイベントなど60周年を記念したさまざまな行事が行われます。八幡平地域をはじめ岩手の素晴らしい自然に触れ合ってみてはいかがでしょうか。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。